皆さんこんばんは。ご無沙汰しております、オキズゲーミングです。ついに発売になりましたスターウォーズアウトロー無法者たちっていう放題がついてます。スターウォーズ好きならずっと気になっていたはずの大型タイトルです。私は PC 版で3日間先行アクセスもついている UBI ソフトプラス、いわゆるゲームのサブスクで始めました。なぜかと言いますと、こちらご覧ください。UBI での各エディションの価格です。エピックゲームズでもこの左側の3つは同じなんですね。値段も一緒です。で、サブスクリプションは UBI のみで、プレミアムに入る必要があるんですけども、1ヶ月1800円。で、たくさんのゲーム遊び放題になります。残念ながら、2024年8月の時点で Steam では販売されておりません。で、こちらが PC 版のスペックで、一番左から必要最低スペック省令と、まあ、表示されてるんですけども、私の PC は昨年 GPU を交換したので、本当にね、かろうじてスペック最低条件はクリアしてるんですね。ところがこの CPU の要求スペック、これが i7-8700K なんですね。ところ私のは i7-6700K ということで、要求スペックよりも若干低いんですよね。ここがすごく気になってて、もしこれ仮に9000円でも1万5000円でもゲームを買って全然ね動かんかったりしたら、もうめっちゃショックなので。で、まあ1ヶ月サブスクに入って試しみようと思って、今回この UBI から入ったわけなんですね。で、まあ、どっちしろね、スターウォーズの新作ゲーム、1年後にはめっちゃ割引入るので、まあ、今回1ヶ月やってみて、めっちゃやりたいなぁ、またやりたいなぁと思ったら、まあ、安くなった頃に DLC 込みのアルティメットエディションを買う。こういう選択もありかなと思うんです。私の場合は PC に UBI ソフトコネクトをインストールしてなかったんですが、サブスクを PayPal で決済した後、画面に従ってアプリダウンロード、インストールと進めると、難なく無事に完了しました。で、一点だけ注意が、サブスク停止手続きをしないと自動で継続されてしまうようなので、その点は注意が必要です。まあ、ワンクリックで継続停止、サブスクリプションのキャンセルは簡単にできそうなので、その点は安心していいかなと思います。さて、いよいよゲームを立ち上げます。冒頭のムービーは本当に映画のようなクオリティですね。最近のゲームは本当すごい。立ち上げるとわかるんですけど、このゲーム、設定がとても親切で細かいんです。特に言語なんか6カ国あります。字幕や音声を自由に変えることができるのが嬉しいですね。では少しプレイ動画もご覧ください。エピソード5と6の間の時代設定なので、旧三部作好きな方には大変おすすめです。で、序盤にですね、これ、エピソード8で出てきたカントバイトが舞台のシーンもあったり、ファンならね、思わず、おほほほほっていう感じの嬉しいシーンが、場面がちょこちょこ出てくるんじゃないかなと思います。グラフィックはご覧のように最低スペックを下回っている私の PC でも、カクカクすることなくスムーズに動きます。ただですね、やっぱり YouTube で海外の方のプレイ動画とか見たんですけど、最新パソコンだとめっちゃ綺麗でしたね。それから、このゲームやる前は、賞金稼ぎの女性主人公が、まあ、めちゃめちゃド派手に銃で敵を倒していくような内容かと思ったんですけど、プレイしてみると、どちらかというと、このスニークアクションですね。メタルギアとかヒットマンとか、なんか潜入アクションといった方がいいかもしれません。敵の行動を回避して進むのに、めっちゃ頭使います。なんかね、序盤から結構つまずいてるんですよね。こういう系のゲームがお好きな方は、めっちゃ面白いんじゃないでしょうかね。ハマると思います。逆に FPS みたいにバンバン打ち合いたいという人はちょっと違うかもしれないです。という感じでですね、1ヶ月1800円はまあ安くはないんですけど、やりたいゲームなのかちょっとわからんなっていう場合、もし自分に合わなくても気軽にやめて他のゲームを遊べる、そういった点でもこのゲームのサブスクリプション、これちょっとありやなと思いました。はい。Steam はね、プレイ2時間以内なら返品可能なんですけど、2時間じゃちょっとね、ゲームの魅力、分かりきるまでいかないと思うんですよね。それから、この小さな相棒、ニックス。とにかく可愛いんですね。めっちゃ有能で、このニックスをうまく操作して、遠くにいるものを取ってきたり、スイッチを押したり、
手の届かないところに入っていってもらって、電源を入れたり、あと敵に飛びかかって攪乱したり、攻撃したりと、いろんなことをできるんですけど、まあね、続けて進んでいくにつれて、めちゃめちゃ可愛さが増すんですよね。僕はぬいぐるみ好きなんですけど、ペット飼ってる人とかも、とにかくこの子は可愛いです。この子と一緒に旅ができるっていうだけでも、このゲーム、こういった可愛い動物が好きな人は、意味があるんじゃないでしょうかね。ミニゲームも用意されてて、なんとこの砂漠プレイできるんですね。ハンソロ映画ありますよね。あそこでおなじみなんですけど、まさに映画の主人公のようにここでプレイできます。ニックスに敵のカードをイカサマで見てこいみたいなこともできるんですよね。このあたりがね、演出が細かいで、うまくいったりうまくいかなかったりするんですけど、この時のニックスがね、まあこれおもろい、可愛いんですよ。もちろんスターウォーズのゲームなんで、各シーンそれぞれね、背景とか全部スターウォーズっぽいです。はい。で、僕にゲーム性がちょっと、やはりこれ万人受けするかといえばちょっとしないと思うんですよね。っていうのは、謎解きというか、スニーク要素が強すぎて、そのあたりいろんな動画を見たりして、購入前に参考にされたらいいかなと思います。スターウォーズ感はね、本当にバリバリあるんですけどね。僕まだね、この惑星の中でずっと戸惑ってて、あんまり宇宙行けてないんですよね。はい。というわけで、ざっくりですが、レビューしました。またもっとやり込んでから、もう一本動画を作りたいと思います。もし質問なんかございましたら、コメント欄にでもお書き添えいただけたら嬉しいです。本当はね、これもう最新のパソコンで、めちゃめちゃ綺麗な映像で楽しみたいゲームではあります。まだ、グラボ途中で変えたんですけど、8年目のうちのパソコンでもできるっていうのが分かってよかったです。それでは皆さん、May the Force be with you. ありがとうございました。